富士通パソコンの起動時に毎回出てくる鬱陶しい。バッテリー充電制御アップデートツールを出さなくする方法。フーランチャンネル。スタートボタンを右クリックします。タスクマネージャーを開きます。スタートアップを開きます。富士通バッテリーチェックツールを右クリックし、向こうにバッテリー充電制御アップデートツールも右クリックし向こうに。これで終了。ご視聴、どうもありがとうございました。